すいません。皆さんご覧になりました2024年の七夕イベントのイラスト。ちょっと最高じゃないですか。本当にもう私はね、ニヤニヤが止まらないんですけれども、もしかしたらまだの人もいるかもしれないので、一緒に見ていきましょうか。はい、というわけで始まりました。こちら UFO テーブルさんの公式ページ見てるんですけれども、イラストが載っております。今回ね、七夕イベントに選ばれたのは柱の皆さん5人です。行明さんと忍さんと牛さんとサネミ君とイグロさん、柱稽古編で大活躍した5人が選ばれているわけなんですけれども、七夕願いがめっちゃいいんですよ。この七夕願いが、まずやっぱりセンターのサネミ君からいきましょうか。願いが上限と戦うって書いてるんですけれども、ぐしゃっとなってるところは上限の鬼と戦うか、上限1とか2とか3とか数字が書いてるかどうかはちょっと定かではないんですけれども、上限と戦うと書いてます。そして達筆です。すごくめっちゃ字綺麗ですね。バッチリですね。ちょっとさ、この筆をグッと握ってるところ、これがもうなんか母性をくすぐりますよね。めちゃくちゃ可愛くないですか。そしてこの墨汁がですよ、富岡さんのほっぺたにペトペトペトっと飛び散っているというね。そして富岡さんは飛び散っていてもスンとしたままで、お顔が。で、富岡さんの願いがね、もうめっちゃいいんですよ。見てくださいよ、この勘三郎が長生きしますように。なんて優しい願いなの。もう本当に私は感動しました。そして同じく達筆、さすがですよね。で、こちらね、勘三郎が泣いてるんですよ。本当にもうめちゃくちゃいいイラスト、もうこれ最高ですね。グッズになる時は勘三郎くんも一緒にインしてるのかしら。ちょっと後で見ていきましょうか。そしてこちらイグロさん、イグロさんが一生懸命書いてらっしゃるんですけれども、ちょっとこの願いを見てよ奥さん。ちょっとこれ見て、ちょっと見てよ、甘露寺とご飯って書いてるんですよ。いや、ねえ、もう本当に叶うといいですね。応援したくなるわ、おばちゃん。ねえ、本当に。ちょっとね、かぶらまるくんが見切ってるんですけれども、どんな顔で見つめてらっしゃるのでしょうか。その辺も気になります。しのぶさんの前にここ、ねずこちゃんと結婚って書いてるんですけど、これは黄色い短冊ですし、善一くんの願いだと思うんですけれども、ねずこってあの難しい漢字をね、ちゃんと書けてますよね。素晴らしいです。そして達筆、こちら鬼のいない世界って書いてますけど、これ多分しのぶさんの願いなんでしょうね。はい。で、他にもね、ちょっとね、お願い事書かれてるんですけれども、見えないんですよ、見えないんですよ。見たいな。ここのね、ピンクの短冊がめっちゃ気になるんですけれども、ピンク、そう、みつりちゃんかねずこちゃんの願いかなと思うんですが、イグロさんへのアンサーか、善一くんへのアンサーか、むちゃくちゃ気になります。そう、みんなの願いもね、見てみたかったですよね。行明さん、行明さんはお願い書いてないんですよ。めっちゃ気になりますよね、なんて書かれたのか。ここに天ぷらって書かれてるんですけど、これは伊之助くんの字だと思います。伊之助くんっぽいですね、字も。ちょっとここ汚してるのがね、伊之助くんっぽいですよね。こちらの皆さんがそれぞれ何書かれたかすんごく気になるんで、 UFO テーブルさんのカフェの店内に行けば貼ってあったらめっちゃいいですよね。私は全員の願いを見たい、本当に激しくそう思いました。というわけで、七夕イベント2024やってまいりましたが、今年の七夕は柱の5人が短冊への願い事を書いている様子が書き下ろしイラストになって登場。鬼滅の刃のキャラクターたちと一緒にどうぞ七夕をお楽しみくださいということなんですけれども、七夕ドリンク出てますね。温かいバタフライピーティー、すごい七夕っぽいですね。これ美味しそう、そして綺麗ですね。ポストカードはこちらですね、ノベリティのポストカード。あー、七夕イベント私いけるでしょうか。グッズ、アクリルスタンドとランダムホログラム缶バッジ。あ、よかった、これ缶三郎くんもちゃんと入ってる。そりゃそうですよね。あー、これ欲しいな。めっちゃ可愛いじゃないですか。550円、キャラクター5人ですからね、結構コンプリートを狙えそうですね。あとクリアファイル、ランダムアクリルキーホルダー、結構ありますね。グッズ、短冊風メモブック950円。うわー、
結構ありますね。こちらの開催が7月7日日曜日から8月4日日曜日まで。あーめちゃ忙しいな私、多分難しいな。昨日ね、家族会議がありまして、今年の夏休みどこ行くかようやく決定しました。今年も九州の方に遊びに行かせていただこうと思っております。日にちがですね、8月22日、町遊びカフェ北九州店さんの方に遊びに行かせていただこうと思っております。時間は多分お昼頃に行かせていただこうと思っておりますが、何時に着くかがわからないので、負けたらちょっと早めに行って並んで開店を待ってカフェの方に行きたいんですけれども、今のところお昼っていう感じで保険をかけさせてください。その後も多分あるあるシティをブラブラしてると思いますので、見かけたらぜひお声かけてください。九州の皆さん、お会いしましょうね。そう、私たち韓国に行かせていただいた時にドリンクファイトの全国大会が8月に北九州のカフェで開催されると言ってたんですけれども、本当に開催になりそうです。その頃またなんかイベントをしてそうですよね。去年はねアイスクリームイベントで盛り上がったんですけれども、今年はどんなイベントが待っているんでしょうか。すっごく楽しみです。8月22日北九州のカフェでお会いしましょう。はい、というわけでこの度皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分を。